さあ今日も立ち上がりが非常に重要だということでした。最初に攻撃し、そして得点をしたのがこの JX エネオス岡本です。岡本は今日7得点ここまで決めています。滑り出しとしてはいかがでしたか？まあ、本当に今日は伝送の入りというか、あの動きがとてもいいので、あのそこまでの点差のようにはあまり感じないですよね。そして今日スタメンに起用されましたアーリーエントリー伝送10番の渡部ゆりな、この人の活躍もありました。さあ途中出場の吉田、本当に視野が広いですよね、はい、このロングパス失礼、これは最後ですね、ブザービーターになったところです。第1クォーター最後に吉田が決めました。吉田は今日5得点で、そして連勝はこの赤穂ひまわりの活躍も見られました。現在チームハイの13得点、今日3ポイントは2分の1決めています。そうですね、全チーム見ても全選手見てもひまわり選手の13点が一番多いですので、はい、本当積極性があって今日はいいですね。あと今日注目にも挙げてもらいました JX エネオスの宮澤のゴール下もありましたね、はい、宮澤選手も今11点ですので、昨日12点あのトータルで12点ですので、あの積極的にシュートを受けてますね。3ポイントは6分の2を決めています。このシュートです。あ、失礼、パスからの渡嘉敷です。今日渡嘉敷は12得点10リバウンドのこれまでです。維持の起用もありました。さあ今日でファイナル進出が決まるという一戦でした。両チームとも出だしが非常に非常に重要だという話があります。その出だしについてはいかがでしたか？あの出だしは本当にあの JX の、 あの得点は離れましたけども、前走はもう全然昨日と打って変わって、はい、足が動いているのがすごく良かったですね。第1クォーターにおきましては27対13と14点差は開きましたが、昨日とは生まれ変わったような JX エネオスでした。失礼、伝送、そんな伝送は、まあ、メンバーをスタメン入れ替えてきたんですよね。背番号10番の渡部ゆりなを起用してきました。この渡部の活躍はどうでしたか？あのこの選手はどういうことが目的とされているかというのは理解してましたので、本当にあの今後も期待できる選手です。赤穂姉妹の妹ひまわりのポイントもあります。さあ今日も JX エネオスは渡嘉敷、岡本、梅澤、宮澤がスタメンの4人がですね2桁得点を決めています。やはり最後は渡嘉敷選手の 21.21 リバウンド、これはもう大きいのと、やはりずっと言い続けた高田選手を6点に抑えたというのはもう勝因でしょうね。さあその渡嘉敷からの大沼、本当にあの連想は昨日とは全く違いましたよね。はい、さくら選手も本当積極的にシュートを狙って今日20ポイントですね。ひまわり選手は18ポイント、そういうところでも本当に何かしたい、チームに何かしたいっていうのはすごく伝わりました。でそこのところどころでやはり、スタメンではありますの一人である岡本、この人の活躍もありました。はい、岡本選手はもう本当に年々じりじりと本当力つけてるなっていうのは印象的です。さあこのゲームのスタッツをご覧いただいているわけですけれども、振り返ってみていかがでしょうか？そうですね、スタッツというよりはやはり気持ちとしてJX の方が経験も含めて勝ち方知ってるなっていうのも感じましたし、でも伝送もこのまま引き下がらず、はい、昨日とは全然違う気持ちとプレーで見れたので今後につながると思います。バスケットライブ